さあ、ひめちゃん、クリアできるかな。待って、問題を書いた紙がありますね。これを解くことができれば、こちらスマホを返します。ドルルルル、正解。プリヒメが始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。はい、今回はね、2人ともずっとこのスマホをいじりまくるからね、ずっと触ってるから取り上げておりますね。オープン。中学生になりましたね。中学生、中学校のお勉強どうですか。わかりますか。わかります。じゃあ今回、ほら、ちょっと後ろに見えてるでしょ。これ、階段にね、これ問題を置いてます。はい。一番最初の段は、この黒いのは下敷きです。うん、鉛筆と消しゴム。消したんよ。ボコボコ、はい、ボコボコしてたから消したんできるように。ちょっとおかしいんだよね、この鉛筆。オークが使ってる鉛筆です。うん、ちょっとこれ、ね、どういうこと、これなんで両方とも削ってんの。はい、ずっとね、こうやって問題を書いた紙がありますね。全部ね、反対にしております。そしてこの最後の問題ね、これをよいしょ、解くことができれば、こちらスマホ返します。制限時間ありますよ。30分です。制限時間30分、スタート開始。早く早く早く、これ30分。あのー、1問目は、1問目は何何、はい、何気持ち悪い。始まり。何これ、誰、わかりません。名前をつけて、この子の名前は。ちょっと待って、ちょっと待って、富士山。はい、やだ、バラン山。正解するかどうか分かりませんよ。バラン山。え、バラン山よくない？バラン山田中。正解か不正解か。正解。はい、次の問題。絶対これ何言っても正解って言うじゃん。はい、次は書いてよ。ちゃんと書き使ってよ。田んぼの田かもよ、分かんないよ。1たす1は2。田んぼの田じゃん。正解。はい、次。16+26。この辺りは簡単ですけどね、うん、1たす1よりが難易度上がっております。42。ドルル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 、正解。それだけでさ、時間もするじゃん。それだけ。次の問題は178+693。書いて書いて、お腹頑張っておりますよ。スマホ返してほしいんでしょ。暗算でできるんじゃないか。871。あ、これ知ってる。いや、今計算した。正解。はい、次。待って、髪が。邪魔邪魔邪魔。邪魔。ちょっとちょっと、正解書いてぐっちゃぐちゃしないで、ぐっちゃぐちゃしないで。はい、まだまだありますよ、上は。上に行けば行くほど難しくなります。はい、次の問題は。あ、これは多いぞ。47836たす。118,9527。はい。うざい。うざいって言わないの。ちゃんとこれできないと終わってんじゃん。ダメだよ。ただの小学生やり直してくださいって感じ。ねえ、ひめちゃんも一緒に考えてあげてよ。え、あれ。え。おい。何？いや、ひめちゃん、これ協力しないと、あのスマホなしだからね。うちの奥君が、分かんないって言ったら、うん、私。ああ、そうかそうか。そうだって。わかるじゃん、ここや。はい、ただ今3分10秒ぐらい経過しております。母のせいじゃん、それは。はい。1237,323。じゃあ、パパちょっと計算機出すね。47836。足す11。はい、11。89。11。89。527。はい、多くの答えは1,2,3,7,3,6,3。正解。はい、時間ロスだ。パッと投げないで、後ろに。はい、次の問題。 2×3。 正解。6。次は 327×92。 青くん書いてあります。え、いくつ。え、327×92。 どこで考えてんだよ。どうだ。63。数字を言ってください。大丈夫か、できてますか。そう、はい。ん、
3万84。はい、正解。次、後ろ、後ろ投げない、後ろぐっちゃぐちゃやん。はい、何ですか。はい、次はエグい数字が出てきました。65万5993。え、待って、ごめん、小さい試合数かな。うん、かける47123。65万5993かける、はい、47123。はい、待って、ごめん、あれ、答えおかしくなってた。書いても、うざい、マジで。ちょ、待てよ、スーさん、食べよう。ははオープン真剣です。オープン考えております。わかりますか。こう、あ、姫ちゃん、じゃあ持ってあげて。つわ、カメラでやってるの大変だった。残り22分。は、まだあるよ、あと1、2、3、4、5、6、7、8、9問。63でしょ。なんか暗いね、明るくしようか。こんな計算したことないでしょ。マジでうざい、ね、皆さんわかりますか。なんでこんなさ、意地悪問題くじるの。けど答えは一つじゃんね。こんなに大きな数字かけても。あれ、もって、ねえ、もうしゅうざい。そうやって言ってる時間は無駄じゃん。うるさい、マジで。いや、喧嘩しない、喧嘩しないの。喧嘩しないの。大久保姫ちゃん、真剣です。スマホがかかっております。うん、答えが出ました。奥になっちゃう、一番大きな数字が。うるさい。残り時間20分を切りました。さあ、ひめちゃん、クリアできるかな。これ、クリアできなかったら1週間スマホ取り上げます。ゴールデンウィーク中、全部取り上げます。じゃあ、ママの髪の毛も取り上げます。36。すんごい数字書いてないよ、君。見て、ひめちゃん。あ、待って、違う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 。ちょっとすれてるやないかい。なんかスマホがかかったら、あれなんだっけ。もう二人でもマジだね。じゃあちょっと姫ちゃん、交代交代交代しな。いや、ついてきた。残り時間19分。無理じゃん。じゃあ、カメラ交代して姫ちゃんにやってもらいな。姫ちゃんやるって言わないし。うん、めんどくさい。あれもなんだっけ。じゃあ飛ばしてもいいよ、後でやろうか、うん、ね。じゃあ次のやつやな。はいはい、あと残り時間19分。テストの時もそうじゃん、とにかく分かるやつだけ先に解けって言われるんでしょ。はい、次の問題。おお、これはちょっとよく見て、よく見てよ。何を。27×0 は0。ドルルルル、正解。はい、次の問題。じゃじゃん、さっきの問題ちょうだい。解けなかった問題。はい、999÷3。333。え、書いた？下敷き、下敷き、下敷き。何、何下敷きだったんや。意味わかんない。下絨毯だからブリンってなったからね。うん、ブリンボンボン、ブリンボンボンってなるから。はい、正解。次問題。ででん、次の問題。29,600。あ、何をしてんの？うわって。29,000。この紙溶けたらいいんだって。また下に投げたらいいの。うわ、めっちゃ投げる。今見て、めっちゃ、うわ、めっちゃ投げるじゃん。いや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 。29,682÷2。うさかった。パパの方にカメラやるんじゃなかった。これいらない。あった方が見やすいかな。残り17分。なんでこんなことやらせんの。ちゃんと勉強できてるかどうか。めんどくさ。いや、勉強しなくてもいいんだよ、点数取れたら。カンニングとか、悪いことせずにね。あれもなんだっけ、もう割り算の仕方忘れた。え、やばい、これ1年生やべ、中学生やべ。え、書いちゃダメ、書いちゃダメ。もくん、いやいやいや、なんか書いてる、書いてる、書いてる。ダメダメ、ないよ。ゴリゴリ言ってた。あ、じゃあもう姫ちゃんとバトンタッチ。はい、え、オープン割り算できない？わかんないよ。
え、だから姫ちゃんちょっと頭で思い出すんじゃない、すぐ今ど忘れしてんのか、ガチで分かんないのか、ちょっと姫ちゃん教えてあげて。残り15分、次の1の右が4じゃん、オープン、4で 2子が8って書いてるいいじゃん、8、え？ん？どういうことなの？はい、1書いてんじゃん今ね、僕は1書いてるでしょ、その横4よ、で、2子が8で9の下に8書いて、で、それ引いてください、線引いて、ビーって引くと16ってなるよね、え、違うの？で、8で割れるか、今度は8になるんじゃないの？え、思い出した？え？大丈夫か？あともう分かるでしょ、次56？ うん、あと82を2で割ったらいいんだよね、でまず8割る2はその横4、うん、じゃあ4で書いていいじゃん、じゃあ2割る2は、うん、1、できてんじゃん、じゃあ答えは、あ、これ 2?1? あれどっちだっけ、なになに、焦りすぎて割り算分かんなくなった、あ、違う、これ2だ、ひめちゃん、何か言ってあげてください、なんで無言なの、ひめちゃんめっちゃ暗算してた、暗算、これパッと見たら分かるよね、分かんない、え、だって分かるじゃん、14841って、ね、これ言っちゃったけど書いてる、おーくん、ひめちゃんどう、横に何わかんない、ん、残り12分、ここ4? 4じゃん、思い出してきたか、2子は8だからいいじゃん、で、2割る2は1、うん、じゃあ1って書くの、はい、じゃあ答え読み上げてください、14841、14841、はい、正解、はい、オープン、疲れ切っておりますね、オープン、顔 見てください、めっちゃ疲れております、次の問題、ででん、2分の1足す3分の1、うん、5分の5、じゃあオープンの顔ちょっと見せてあげてください、皆さんに疲れております、5分の5、正解、はい、投げるな投げるな、もうそこから動いてないじゃん、はい、次は42分の1×7分の3、まずはどうやるんだっけ、ヤオくん、さっきと同じだよね、分母を合わせるんだよな、うん、さあチーム栗姫、姫ちゃんとオくん、残念。は？でももっと小さくできるよ。あ、違うよ。え？1足した？42分の1だよ。足す。え、かけるでこれ。あ、かけるか。うん、はあ？見てなかった。意味わかんない。遠かった。全然怒らないで。見えないんだよ、足す。あ、かけるか。42分の。あ、18か、ごめん。お、21分の9。はい、7分の3。正解！投げるな、投げるな、投げるな。どいて。あと何枚？あと3枚。いけるじゃん。残り8分、残り8分。いける、いける。なんてしかない。あった。はい。XY 来た。XY 問題です。X イコール3。Y イコール7。X 足す Y マイナス2は？さあ、いくつなんでしょうか。おお、正解。オープン、残り2問です。どうですか、頑張りそうですか。うん。オープン、残り2問ですよ。ちょっと問題見て、ほら。もうあと2問。ね、すごい。ほらほらほら。あと8分切りました。はい、次の問題。声を読み上げてください。2x×3y-8。これ授業やったことない。 X イコール8、 Y イコール2。
2x っていうことは 2×8 ってことだよね。足しちゃダメだよ。うん、そう。あ、これまだやってないか。まだやってない。先取り、先取りよ。流行の先取りみたいなもんよ。これかける、これ絶対2なんちゃら、あの 2x とかなんちゃら x とか y とかついてたら x イコール指定されてるやつをかけないといけないの。だからこれまず消して。なんで？これ28じゃなくて 2×8 にしないといけない。そう。なんで？そうなの、 2x ってことは 2×8 ってことなの。そう。いいじゃん、めんどくさ。これ絶対授業でもやるから。絶対やるよね。うん。片目これ。さっきとあんま変わんないもん。そう。256？ そうそう。そう。で、また掛け？うん。うん。y イコール2。2だよ。3×2。3y。そうそうそう。で、6。そう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 。で、16と、そう、かける。先にかけさないんだよな。16×6 は？6の、先に割り算とかけ算優先的にやってくんだよ。92？ これが92でしょ？これから。ん？待って。36じゃない？これ。よく気がついたね。今黙ってたんだよ。え？なんで？2611じゃない。やばい、もう知る。やばい、ここ疲れが出ました。残り6分を切りました。36か、これ僕、私ないと危なかったね。1秒でしたので2人で協力。96になったね。引く8だから、そう、そこから8引くの。なんかマイナスになっていいんだよ、答え。ん？答えマイナスになっていいんだよ。ん？マイナスないよ、これ。何を見てんの？違うよ。96-8 ってことだよね。88。あ、6-8。はい、オープン、今もう一回言って。88。はい、正解。オープン、どうですか？やってない問題を解いた気分は。どう？嬉しいです。ほらほらほら、もう あと、あの用紙、用紙、ちょっと待って、今までの用紙たちを見てみる。ぐっちゃぐちゃ、はい。じゃあ、ラスト問題、せっかくだから上来て。ほらほらほら、スマホがありますよ。ね、じゃあもうこっちのライト消しますよ。で、あと残り4分40秒。はい、じゃあ次の問題、ラスト、ででん、最終問題。は？読んでください。俺、雑誌じゃん。僕知ってるでしょ。読んでください。春、夏、秋、冬、一年長い中で一番長いのは夏じゃない。ひめちゃんはこれ二人で考えて。夏じゃない。え、梅雨ないの？春、夏、秋、冬、一年の中で一番長いのは絶対春と秋は消される。え、なんで？だって地球温暖化だから。ほん、夏じゃない？なぞなぞじゃないよね。え、よく読んで。そうよ。え、梅雨は？梅雨ってもう春と夏の間ぐらいじゃない？夏、初夏、夏始め。うん、じゃあ6月も含まれるってこと？けどそれは日本ではね、しかも日本でも県によってあの梅雨入り、梅雨明け違うじゃんね。夏じゃないの？うん、夏じゃないの。いいですか？え、どういうこといいですか？3分残して。3分間待ってやる。じゃあいいですか？ここで失敗するとスマホ一週間なし。これ夏じゃないよね。よく考えて。じゃあ夏ってことね。なんで夏が一番長いですか？え、6、7、8、9まであるから。北海道は？は？北海道の夏は県によるじゃん。短い。一緒？けどこれ日本の中でって書いてないよね。世界だったらどう？オーストラリア反対だしね。え、じゃあそれだったらエジプトもそうじゃん。うん、全部夏だよね、砂漠だから。じゃああのグリーンランドはどうなるの？え、全部冬。マイナスなんか30度40度とかいくんじゃないの？答えはない。よろしいですか？国とか県による。残り2分切りました。意味が分かんない。語彙力ない。春、夏、秋、冬、一年の中で一番長いのは。でもそろそろ1分切るのでファイナルアンサーお願いします。じゃあまず姫ちゃんから。これ答えはまあ一つなんだけど、二人とも
あの書いても OK にしよう、答えても2つ答えられるってことね。姫ちゃんは国や県による。王くんは答えがない。答えがないが答え。姫ちゃんは国や県による。よろしいですか、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーいいですか。これ失敗すると一瞬なし。ドゥルル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 。春、夏、秋、冬、一年の中で一番長いのは？答え、一年です。春、夏、秋、冬、一年の中で一番長いのは？一年です。語彙力なさすぎ。ね、全部さ、算数から数学とかもやったけど頭ね、硬くなっちゃうから、こういうね、最後、ラスト問題、頭が柔らかくなる問題を出しました。ということで、姫ちゃん、おくん、はい、そのスマホをね、おい、ちょ、ちょ、ちょ、募集、ちょ、これ、これ、これ、ちょ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 、これ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 、ちょ、これ、いや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 、めっ、うわ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 、なんだそれ、ちょっと待って、ほら、こちらの答えはね、1年ですね。はい、そしてちょっとあのさ、最後最後最後、このこっち置いてる、このなんか激ムズのなんかこの掛け算やってねえし、ちゃんと書いてるのか。これ途中でね飛ばした問題です。合ってんのか。なんか数字たくさん書いてるね。おくん頑張っておりましたが諦めてしまいました。途中まで合ってるぞ。27の0分かんなくなったとかって言って。確かにね、これは意地悪問題でした。ちょっと姫ちゃん、あーくん、これもう逃げたらスマホ1ヶ月なしだよ。こら、今回のパパ子はここにいたわよ。みんな分かったかしら。